はい。大丈夫ですね。寒は寒そうですけど、大丈夫でしょう。こんばんは。二足さんもソフトウェアゲーミング部門所属人のです。今日はデスストランディングの続き、雪山編が結構続いておりますけども、こちらをまた引き続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。で、前回はここに医療用器具を配達したところで終わりましたが、でその後また今度は別の人のところに荷物を持っていけと言われていましたね。指名依頼入っておりますが、指名なし依頼は？来たか。いや。この配送は登山家が見つけたという手形のついた石片をスピリチュアリストに届けるというものだ。スピリチュアリスト。スピリチュアリストのシェルターにキューピッドを接続できれば、その一帯をカイラル通信でカバーしたことになる。デッドマンによれば、これで BB の修復も完了するはずだ。そう、ここ数日ここ何回か、BB がいない状態で旅を、荷物運びをやっておりましたけれども、BB は今メンテ中なんですよね。これを届けたらどうやら帰ってくるみたいな感じですが、届け先はスピリチュアリスト。誰？発掘された石片を4ケース。壊れ物注意。スピリチュアリストっていうと、私は誰でしたっけね。ラブライブの、なんとかのぞみでしたっけ。あの人を思い出すんですよね。あんまりいいイメージないんですけども、スピリチュアリストのところに届けていきたいと思います。手形がついた石片。デスストランディング究明の手がかりになると信じている。うまかいな。よし、じゃあこれやっていきますが、荷物どうしようかな。現在地がここで、届けるのがあっちで、結構雪山を行く、山2つ越えるぐらいかな。これ、雨降ってるな。雨降ってるってことは、BT 出るんですよね。北回りで行くにしてはちょっと遠い気もするけど、どうでしょう。ちょっと待って。できることなら雨が止んでから行く方がいいですよね。ちょっと天気予報見よう。10分後、20分後、30分後、止む気配なし。そうですか。全然変わってないじゃない。20分後には西の方がちょっと晴れますけど、それじゃ意味がないんですよね。届けるまで雨は止まないみたいな感じかな。受注指名依頼80キロだから大した量ではないんですけれども、なんせ山道っていうところが大変ですよね。80キロか、自分で持ってもいいぐらいですね。ちょっとかさばってますね。やっぱりフローターに乗せよう。4つと血液袋は置いていこうかな。プライベートボックス何かありますか？素材はいらない。でも、あれですね。今後移動しやすいように、なんだあれ、ジップラインの柱を立てておくっていうのもありですよね。はしご、パイル、こ
この辺使いそうな気がするから持って行って、フローター持って、血液袋万が一のために1個だけ持っていこうか。ではこれで出勤。ちょっと荷物が、装備が心もとない気もしますけど。え、何？着信？サム。ロックネだ。サウスノットシティの時と同じ。何が？カイラル濃度が異常に高い渦が観測されているの。私がいるマウンテンノットに少しずつ近づいてる。え、またどっか連れて行かれるんですか私？肉眼では見ることができないの。あなたが前に戦場に行ったと言っていたあの時と同じよ。また戦場でパパと戦うんじゃないですかこれ。キューピッドは理論値の通り安定してるけど、また嵐が来る想定はなかった。また嵐が来る。嫌な感じがするの。スーパーセルって。そうよサム、久しぶりね。え、ちょっとやばい、こいつがもうスピリチュアリストみたいになってますけど。モリンゲンでもある。モリンゲンっていうのはママの本当の名前ですね。二人で一つ。物質世界ではもう二つの名前に意味はないのかも。これからもロックネを通じて。精神世界とか霊的世界とかそんな話？なんか急にオカルト地味てきましたけど。まあそもそもあれね、あのビーチで毛量が溢れてきた、BT が溢れてきたみたいな、そんな状態ですからね。それはある種もうすでにオカルトの話と言えなくもない。さて、一回このジップラインを使って向こう側に一つあるから、あそこには行けそう。これで一つ山を越えるのが楽にはなりますけれど、まあ問題はここから先よね。本当にジップラインはね、いいですよ。もう配達ゲーというよりもジップライン縦ゲーになってますからね。あー、やっぱりこの先はもうないみたいですね。向こう側だから、ちょうどあの先に一本立てておけば、この辺かな、この辺に一本立てておけばスピリチュアリストまでもうすぐですね。ここに立てておけば。ただここはですよね、カイラル通信がつながってないので、まだ建設物何も建てられないっぽいです。だからここまでですね。でここからは徒歩で行くしかないんですが、どうしようかな。フロートをつないで、フロートに乗って降りる。お、ちょっとこれ怖いんですよね。フロート乗っててもなんかすぐにあの行動不能というか、なんて言うんでしたっけ、あの制御不能になって。ファイブスケルトンを装備して雪山を歩けるようにしておきましょう。そう、なかなかちょっと待った、それは困る。もう山一つ越えなきゃなんないのに、なんでこんなに吹雪いてんですかね。あっちか、かなり高いぞこの山。越えるの無理じゃない？これはさすがに高いな。迂回した方がいいか。ここが少し高さが低そうだから、この辺目指そう。本当は南ルートの方が、この辺通る方が多分通りやすそうな気はするんですけど、どうでしょうね。これで行こう。ああ、それでもまだ高いな。しかも吹雪いてるからどんな感じなのか全然わかんないですね。はしごは1本あるから、まあそれでなんとかなればいいんですけど、これ雪の上に風か。あ、やば、グラビティグラブ外しとこう。ん？もう外してるぞ。
グラビティグラブのケースが傷んでるんですね、これ。うわ、このケース傷みすぎじゃない？背負っとこう。ツールハンガーはまあいいか。あの、さっきまでこのグラビティグラブはこのスーツに固定してたんですね。こうやって肩につけてたもんですから。で、雪の影響を受けてしまってたので、それを外して荷物、背中に背負うことで、この金色のカバーが多少守ってくれるんですよね。うん、これでいこうか。で、これどうなってんの？もうちょっと先？何にも見えないな。これ配信的にもちょっと問題があるんですけどね。これやられると真っ黒な画面で何も見えないはよくありますけども、真っ白な画面で何も見えないはちょっと珍しいかな。あー、なるほどね。ここはちょっとした崖になってる。これ行かざるを得ないな。こっちか。はいはい、そういうことね。あーはーはー、オドラで食うとちょっと見やすくなりますね。っていうか、この風よ。これ普通の人間が行ったら放置するレベルじゃないですか。よいしょよいしょ。頑張れ。真っ白い中何をやってるのか全然わかんないけど、目的地はあっち、目的地はあっちだけど、そこまで行かなくても良さそうな気がする。このまま真っすぐ行こう。意外となだらかになってますよね。多少傾斜はありますけど、そんなにゴツゴツはしてないから、まだ歩きやすい道なんじゃない？そんなことない。ちょっと赤いな。赤いバッテンがついてるのは歩きづらい道なので、やっぱりあんま良くないですね。登る。はいはい、ここはちょっとした段差があったようで、よいしょ。それでもなんとかいけそう。風がひどいな。なんだ、カエルアーティスト。はいはい、それは別にです。ホワイトアウトです。気をつけてください。今更なんですよね。見りゃ分かるっていう状況ですけど、ホワイトアウトっていうか、ホワイトアウトですよね。完全に、こういうのが実際に多分南極とかの方では、あー結構ずれたな。こっからこの辺目指して降りていって、これスピリチュアリストの家って、これ南から入る感じですかね。やっぱ南経由で来るべきだったかな。まあでもこっからこれで登れそうな気はするんですけれど、こんな感じでお願いします。え、ここ大丈夫？おーっと、意外と高さがあった。これであとは多分歩いていけるでしょう。風がひどい。これたまたまじゃないでしょう。多分このミッションを受けたら、この配達を受けたらこうなるものなんでしょうね。多分苦労を味わわせるため。普通の配達だったら、雨が雪が嵐が止むまでどっかで時間を潰すっていうこともできるんですけど、ちょっとスタミナ減ってるけど大丈夫かな。登る。はい。本当何やってるか見えないな。ここでいいの？こっち？あんまり地図上ではこの辺なだらかな道見えたんですけど、全然そんなことないですね。信用でき、あ、この辺か。石邪魔。この辺か。
あ、来た。到着です。やっぱり南から入る感じでしたね。うぃー。これ、現実だったら遭難して凍死してましたね。こんな吹雪の中歩くもんじゃないですよ。納品スピリチュアリスト。言うてでもあれですかね、最近の技術を使えば今みたいにあの衛星写真とかでリアルタイムで衛星写真とか衛星カメラとかで現在地とか目的地が分かるようになってくるんでしょうかね。サム・ブリッジズ、あなたを待っていましたよ。あんたがスピリチュアリスト？登山家から連絡が来ていました。あなたには分からないかもしれないけれど、あなたが届けてくれたものは DS 解明の手がかりなのです。この世界の人間、この石片は人類誕生以前のものです。私はこれの年代測定をして DS の秘密を解き明かします。いや、スピリチュアリストに年代測定とかできんの？生命の神秘、宇宙の秘密も分かるでしょ。怪しい。この山は怪しいな。実は古代のピラミッドなの。私はそう信じてる。怪しいな。ここはビーチに一番近い場所。だからってど、何がだからなの？この場所にいればピラミッドだから。私たちはパワーがもらえる。ああ、カイラル通信もその恩恵を受けている。カイラル通信は関係ないと思います。ね、あ、関係なくないわ。拝見します。確かにビーチの力を使ってカイラル通信って成り立ってますからね。ありがとう。いいえ。これはとてもいい状態です。苦労してきましたよ。ああ、スピリチュアリストはこの辺がパワースポットだと信じて住んでいるんですね。ようわからん人たちですな。この世界の人たちはそんなに DS の解明したいんですかね。ただ生きていくだけじゃ物足りないんでしょうか。次。はい。ではカイラル通信を接続してください。はい。サム、雪で真っ白になってますけど大丈夫？肌痛むよ。そうか、 BB がいないから喜んでくれる人がいない。サムがちょっとふよふよしているだけの絵になってしまう。なんでふよふよするんですかね。ほい、ニュースランドエスタブリッジ。いやー、結構進んだな。スピリチュアリストが加盟しました。プレッパーズ、スピリチュアリストの主張。怪しいな。オカルティストの言うことなんか信用できませんよ。うん。新しいジップラインが立ちましたね。これから石片の年代を測定します。結果が分かったら、年代測定って、あなた方のリッジズにもお知らせします。あの、放射性同位体、ありがとう、サム。炭素でしたっけ？いいものを見つけたら、炭素の放射性同位体を測定することで何年前かっていうのを調べるっていう話を聞いたことがあります。なんか半減期がどうこうとかそんな話なんですかね。全然詳しいことは知らないんですけど、ただそういうことがブリッジズ縁結び、そういうことをこのオカルティストができるとは思えないんですけどね。割と科学的な話なんですけど。また会えるわ。まあ、また荷物持ってきますよ。サム、よくやってくれた。はいよ。BB28 の経過は良好だ。ホームシックにかかったような症状も現れていない。ホームシックになるんですか？つまり、記憶をなくしたんだろう。あとはあんたが実際に繋いでみて、確かめてほしい。BB にも記憶はあるんですよね。そのためにも、一刻も早くあんたに BB を返したいんだが。BB の記憶は逆流して、あのパパの映像を見せてくるわけですけど。渡せなくても渡せないんだな。どうした？まずいことになった。ん？巨大な嵐がマウンテンノットシティの方に向かってきているんだ。ああ、さっきの話。 BB の起動テストをするために施設の表に出ていたんだが、おかげで戻ることができなくなった。そんなに？そんな離れたの？マウンテンノットシティの北東、山の中腹に小屋がある。そこで合流しよう。デッドマン、そんな体で。受注する際は配送端末
そんな体でこの雪山外出て大丈夫なんですか？指名令が入ってましたね。新規機材開発に必要な有毒ガスを含む燃料資源を運べ。なんかこの人たちサムに毒ガス運ばせたがりますよね。なんなん？ブリッジズによる新しい機材の開発があと一歩で完了する。機材か、新しい機材と聞くと運ばざるを得ないですけど、有毒ガスか。ケースが傷むとガスが出てきてとんでもないことになるんですよね。この前それで死にかけましたけども。 XL サイズが4、いくつこれ。あ、リペアスプレーくれるのはありがたい。いくつ XL サイズが7個か。フロートに6つ乗せて、でサムが1個担げば、まあ持っていくことは可能なんですけど、問題は天気よね。天気が悪くてケースが傷むとあっという間に、お？これ雨降ってんの？ん？全域雨じゃない？この辺雨っていうか雪ですね。しかも風が強い。風だけじゃないですよね。雨ですよね。雨だな。ダメだな。話になりません。ちょっと今はやめとこう。代わりに、指名なし依頼。登山家は行けるからこれを持って。コスプレイヤー。北配送センター。持って。マウンテンノットシティ。か。これ北中継ステーションってこっから北に行った方が近いですよね。マウンテンノットシティの方が遠いくらいだ。そんな位置関係なんですね。で、これが時間制限ありの、時間制限ありか。プレミアム配送だと3分48秒以内に納品。ちょっと無理。普通に受けるか。で、フロートに乗っけといて、で、フロート1は自分で担いで、で、はしごをツールハンガーにかけて、スーツ固定。あんまりこの辺こ、ケース傷んでるんですよね。この辺はちょっと荷物入れに入れて、この辺もちょっと荷物入れに入れて、あ、入りきらない。これでいいか。で、こいつらを運ぶ。まずは登山家のとこに持って行って、それから、北配送センターか。OK。じゃっけん。で、デッドマンのこと忘れてたんですけど、デッドマンどこにいるんですか？依頼が受注されました。目標。これか。はいはい。デッドマンと合流せよですけれども、この辺は今、雨なので、雨っていうか雪ですね。行きたくない。行きたくないでござる。
ここ登山家でしょう。登山家からここにさっき使ったジップラインがあって、でここにジップラインですね。ここにジップラインが新しく出てきて、で問題はこのスピリチュアリストのところにジップラインがないと意味がないんですけど、ここにはないの？自分で立てろってこと？ジップライン、ここでいいかな。向こうにもあるな。357m、 357m か。あーダメだ、ここに近づこうとすると斜面降りちゃうから、どうやったってあれ無理でしょう。こっち側だったらいけるかな。なんかすごい雷鳴ってますけど、雪の時も雷って鳴るんですかね。よいしょ、ちょっと登れないんですけど。すごい雷、あれがスーパーセルか。なるほどね。あー落ちた。これどう思います？これ通じてると思う？350mぐらいまでだったら通じるんですよね。障害物検知してないからいけそうな気はするな。ちょっと立ててみようか。車線が通ってないと障害物を検知って言ってバッテンが出るんですけど、それがなかったから、これつながりそうな気もするんですけど、どうでしょうね。ただ立てたばっかりのジップラインって 300m までしか届かないので、バージョンを上げないといけないんですよね。ああいけそうな気がするな。ひとまずこっち行って、誰だ登山家のところに行って、まず荷物を渡そう。これかな。ちょっと真っ白で行き先全然わかんないんですけど、雷がうるさいですね。というか雷、ああこれか、でっかいな。こういうのって映画とかで見たことあるんですよね。ただ逆を言えば映画でしか見たことないんですよ。本当にあんな感じになるんですかね。ていうか私こっちでいいの？あ、なんか良さそう。はいはい、ああいうのってなんだっけ、アルマゲドンだったかな。そんな感じのやつとか、あとジブリのラピュタか、天空の城ラピュタでラピュタが隠れていた雲があんな感じでしたよね。ですけどあんな雲って本当にあるんですか？少なくとも日本じゃないですよね。日本だと台風になっちゃうから、台風だとあんな局地的なものじゃないですからね。もっと大型納品。ありがとうございます。どういたしまして。こんなに綺麗な状態で一体どうやって持ってきたんですか？いや、ジップラインのおかげですよ。私もあなたを見習いたいです。見習いたいですって言うけど、登山家は別に荷物運んだりするのかな。荷物を運ぶための登山家なんでしょうか。
サムはオールラウンダーですけど、この人は山専用の配達人だったり。あなたに渡したいものがあるんです。よかったら受け取ってもらえませんか。はい、まあさっきもらったんですけどね。はい、ちょっと一回この辺置い飛躍ちょっとこの辺一旦プライベートボックス入れといて、んで化学物質ちょっと一回リサイクルするか。お疲れ様でした。新しい。リサイクルします。いらないものを素材に変えます。変えてもいいんだけど、まあいいか。金属化学物質とあとこの辺を、はい、で素材をもらう。でさっきですね、届かなかった350メートル距離があって届かなかったジップライン、であのジップラインのバージョンを上げることによって350メートルまで届くようにしたいと考えています。そのために、素材をもらっていこうかなって思います。化学物質が240と、特殊記号金が480もあるな、これでいいか。1回フィールドに置いて、で1回プライベートボックスに入れて置いて、特殊合金480と化学物質240を、240ですよね、フローターに乗っけて、これで決定。ちょっと休憩しとこう。休憩する。受けている依頼の評価が下がることがあります。ちょっと待って、なんかあったっけ？ちょっと待って、なんかあったっけ？ご提供いただきありがとう。今特にないですよね。時間制限のある、あったわ。これなんだっけ？あ、そうか。忘れてた。そうだ、これがあった。じゃあ先に届けてからだな。ありがとうございました。プライベートボックスからのこいつらの荷物を全部ローターに乗せる、乗せきれたな、すごいな。でこの辺、で背中大丈夫？OKOK。でこれで一回、一回運ぼう。はい。よいしょ。これ時間が経ったらこの辺の雪止むかなと思ったんですけど。これもしかしてイベントで起きてるのかなってちょっと思っていましてね。
このスーパーセルが消失しない限りはここずっと雨が降り続くんじゃないかなって思うんですよ。となるとデッドマンに会いに行かざるを得ない。これか。この辺りは頑張ってあのジップラインの柱をあちこちに立てましたので、そこそこ移動しやすくはなりましたが、ただあの柱がたくさんありすぎて、こういうホワイトアウトしている状況だとどこに向かえばいいかが分かんなくなるんですよね。多分これ目印になる何かが欲しいですよね。トラックがダメージを受けている、どこにあるトラックなのか分かんないから救いようがないんですけどね。おお、すごい。実際嵐ってあんな感じになるんですかね。よいしょ。あ、トラックってこれのことか。この辺は雪降ってないんですよね。ちょうど切れ間になってるみたいで。おい、ただいま荷物のお届けです。時間制限があるのでちょっと渡しておきましょう。決定。おい、サム、すまないが、あんたのおかげで助かっているよ。なんのなんの。本当に感謝している。ああ、なぜこんなに早く届けられるんだあんたには驚かされてばっかりだ。この辺もアメリカ人ならではなんですかね、こんなリアクションするのも。サム、ありがとう。どういたしまして。あんたは元気をくれる。元気と勇気をお届けします。お疲れ様でした。新しい依頼があります。でもう一件受けてるやつは北の配送センターに持っていくやつなので、これかですよね。北の配送センター行きなので、これはちょっと、あ、ちょっと待った。その前にその前にちょっとケースが傷んでるから直しとこうかな。シェアボックスにありませんかね。ケースリペアスプレー、これをもろて、手持ちの荷物で傷んでるやつ他にありますかね。ハイラルブーツは別に大丈夫でしょう。この辺は傷んでないっていうか、そもそもケースがない。ブーツは別に、グラビティグラブがケースがもう壊れそう。サイズスケルトンもちょっと、スピードスケルトンもちょっとで、荷物が半分ぐらい。結構傷んだなぁ。そんなに長時間外をうろうろしてたわけじゃないんですけど、やっぱり吹雪だったせいか痛むのが早いですね。リペアスプレーちょっと常備しとかないと怖いな。でスプレーをかける。治ったかな、これで。ほい、間違えた。で、プライベートボックスからので、この辺の荷物は北に持っていくので一回しまっておきます。パイルスケルトンを装備、ス
ピードスケルトンは背負う、グラビティグラブも背負う、アイラルブーツは履く、パイルはいらんくない？うん、こんな感じかな。で、新しい依頼、スピリチュアリストに届けろ依頼がありますね。これと、これだけ？手にするとなぜか安心する年代物の書物、ファミ通の攻略本。ちょっとズブズブじゃない関係が。ファミ通の攻略本で安心したことなんかないぞ。気象観測所か。届けてもいいけど。まあちょっと受けるだけ受けとこうかな。ロボ、山岳地帯だとロボってあんま役に立たないんですよね。崖を乗り越えたりとかはしてくれないので、さすがに。そういう意味では、このフローターの方がちゃんとついてきてくれますね。依頼が受注されました。でさっきのスピリチュアリスト、こっちか。マウンテンの都市で北配送センター中、この人この辺スピリチュアリストに持っていくっていう依頼がこの辺で出てるんですけど、なんか全部遠いですね。なんでこんな遠くの人たちがスピリチュアリストにそんなにご就寝なのか。よいしょ。そうか、あんまり依頼はない。で、ここね、カイラル通信圏内だから行く分にはそんなに難しくはない。誰か、さすがにジップラインはないか。さすがにジップラインはないな。で、さっきのスピリチュアリストの、スピリチュアリストのトシアイズムさん。エントロフィーウィンズ。エントロピーウィンズ。エントロピーが勝った。どういう意味ですか？なんですか、いきなり。本当にあなたはトシアイズムさんですか？あれか、アカウント乗っ取りだな。バンします。こっからここだったかな。スピリチュアルのトシアイズムさん。トシアイズムさんってスピリチュアリストだったんですか？いや、まあでも確かにギャンブルやる人間って運とか信じますよね。験担ぎとか、そういう意味ではスピリチュアリストと言っても過言ではないかもしれない。ここだったかな、多分これだな。この位置のジップラインをレベルバージョン2に上げて、バージョン2に上げればスピリチュアリストまで簡単に行けるようになる気がするので、ここを目指そう、まずは。そのためにはこのジップラインで、このジップラインかな。ちょっと待って。このジップラインかな。このジップ、あ、この、ん？ジップラインたくさんありすぎて、どれだったら通じてるかよくわかんないな。こうかな。令和の宮。なるほど。あんまりそういうイメージはないですけど、じゃあ、金髪にして、金髪じゃないですよね。金髪じゃなくて黄色ですよね。いや、髪の毛黄色にして、ほんで、口紅してください。よいしょ。というわけで、どうも、こんにちは。こんばんは。今日は、サムの雪山配達でございます。まあ、お暇だったら、ちらっと見ていってください。
よいしょ。今はデッドマンかな。デッドマンを助けに行こうという話になってるんですよね。助けじゃないんですけど、ちょっとデッドマンと合流しようじゃないかみたいな話が出てるんですけど、あいつはなんか嵐に閉じ込められてるみたいで行くのだるいなとか、そんな感じです。今んどれだ、あれんあれか、あっちだな。あの山の上の方にあるジップラインのバージョンを上げればうまくいくような気がするんですけど、どうでしょうね。あれか、どれだ、雷がうるさい。この嵐のせいでデッドマンが大変なことになっているそうです。ん？どれだ？これ？ん？ん？これか？マップ。これは登山家行きのジップラインですよ。そうじゃない。これか。これでこれか。こっちからも行けるかな。ちょっと行ってみるかな。一回こっちに移動して、で、右手に見えるリップラインに、どこ？全然わからん。え、あ、あれか。あれか。かすかに光ってる、あれか。ん？これか？ん？どれ？ん？違うな。あっちだな。今つながってるのがこれで、これか。あーはーはーはー、なるほど。で、もう一回こっち行ってからの、あれか。なかなかいい位置に立ってますね、あれ。やっぱりこういう柱は高いところに立てておかないと。寒そう。まあ雪山で雪山ですからね、寒いです。でもサムは男の子なので大丈夫です。とか言うと男尊女卑に取られそうだからやめときましょう。ここでいいんですよね。あ、すごいな、ここ4つもつながってる。結構いいポイントかもしれない。で、これね、はいはい、これね、 OK。 このジップラインがバージョン1なせいであんまり距離は出ない。なのでバージョンアップをしてあげましょうというお話です。うん、降りる。で、これを、建設物の強化、素材を入れて決定すると、サムが真っ白です。ほいほい、これで今バージョンアップ中です。ナウプリンティング、印刷中。すごいな、あれがなんか嵐です。これが終わったらじゃあデッドマンとこ行くか。はい、バージョンアップしました。で、これで、あ、つながった、つながった。これで簡単にスピリチュアリストのところまで行けるようになりました。真っ白、真っ白すぎる。オドラデクの一瞬のスキャンの一瞬だけなんとなくわかるっていう状況ですね。
よいしょ。おい、ただいま。よいしょ。このポールあんまり位置良くないな、でも。まあ、しょうがないか。しょうがない。これぐらいはしょうがない。あ、らしい。あらしい。なんだっけ、嵐の歌ありましたよね。あ、ちょっとスピリチュアリスト今座禅組んでましたね。ヨガか。スピリチュアリストの名前は伊達じゃないな。でも私ちょっとヨガも興味がないわけではない。もう激しい動きをするような運動はちょっと厳しいので、ヨガとか太極拳みたいな、ああいうゆっくりとした動きの、納品ゆっくりした動きのものをちょっと試してみたい気分。ヨガ配信してよ、ヨガ配信ヨガ配信面白いですけど、モーションキャプチャーとかつけないと何やってんのっていう状況になると思うんですけどね。面白くありますよね。だからそういうのは多分トシアイズムさんとかの方が見せ見甲斐があるんじゃないかなって思いますよ。はい、そういう面白い動きはトシアイズムさんの担当ですよね、どちらかっていうと。おけっ、ダメか。太極拳でもか。そう、太極拳公園に行ったらおじいさんがやってるみたいなイメージありますけど、全然そんなことないですからね。太極拳講座みたいな、社会人講座みたいな、ああいうのに入らないとさすがに無理かなと思いますけど、ちょっと興味はある。そんな担当だったのか俺。いや、そうですよね、面白い動き担当ロシアイズム。そんなとこで回収、遠すぎん。まあ受けるだけ受けとくか。ちょっと随分遠くの方で落とした荷物を取ってこいっていう依頼があったんで、まあ通りかかることがあればやっときましょうという意味で受けておきます。出勤。さあ、これなんか残ってるけど何これ。アンダーウェア。あー、そっかそっかそっか、気象観測所行きの荷物があるんですよね。気象観測所がこれじゃないな。ん？どこだ？あ、これか。気象観測所がこれだから、言うて遠いな。スピリチュアリストはここだから、ちょっと一回置いていこう。ちょっとこの荷物は一回預けといて、アンダーウェア、下着？下着ですか。あのハゲのおっさんの下着のために私は奔走しなきゃいけないんですか。ちょっと納得いかないな。で、よし、これで、それじゃあここにデッドマンがいるんですよね。で、デッドマンと合流しろって言われてるんですが、どうするかな。この辺の国道から行くのが近いかな。今この辺も吹雪だから、あんまり行きたくないんですよね。吹いてるから困ってるのに、吹いてるから行きたくないと。歩いていくにはちょっと、無理、これは無理だ。結構険しい山ですね、これ。いや、南からだな。この国道を通っ
って近場まで行ってそこから歩いていく流れですね、これは。うん、なんでこんなとこいんの？ BB 連れて。おかしいでしょ。こんな感じかな。じゃあ一回ノットシティに帰ろう。はーい、帰りまーす。まあ、帰るのは別に。あれ、こんな橋あったっけ？いつの間にか橋ができてる。ちょっと待った。ちょっと待って。ポールどこ行った？あったあった。これこれ。あ、すごい。さっき建てたばっかなのに、もういいねが35もついてる。よいしょ。はい、今の瞬間で35もつく？ボットかな？プレイヤーもいるんです、プレイヤーも使うんですけど、ポーターっていうあの NPC もこの世界を渡り歩いて荷物を配達しているので、そういう人たちが使った時にもたまにいいねがついたりするんですよね。え、何も考えずに飛んじゃったけど、いいの？いいか、いいね。こっからこっちに行って、こっからどう行けんの？こっから行くだけ行っちゃう。白すぎて何やってるか分かんないんですけどね。嵐だけははっきりと見えます。おっと、はい、でこっからここか。こんここはさすがに届かないな。ここか。このジップラインあんまりいい位置にないから削除してやろうと思ってたんですけどね。着いた時の衝撃がすごい。まあ、結構なスピードで動いてますからね。どうなんだろう、正確に測れば時速とか出せますよね。ガション。これどこと通じてんだこれ。ああ、君か。そう、ここのジップライン、このジップラインの柱が全然使えなくって、どこに行くにしても通じてないんですよね。これこそ削除してやりたいな。一回上に登らないとノットシティに帰れないっていう、非常に使い勝手の悪い柱。消そう。もうここまで、ああ、そこだめか。今のやつが、これや、ん？違う違う、今のやつが、ん？これがノットシティで、これか。だね。君は、あ、間違えた。これか。金がもう用済みだ。あれ？削除できない。削除できない。なんでだ？降りないとダメかな。はい。マウンテンの星に帰ってきました。ちょっと、ごちゃごちゃやりながらだったんで、遅くなりましたけれど。これから、国道を通ってデッドマンを助けにじゃないな、デッドマンと合流しに行きます。っていうか多分でも助けてほしいんでしょうけどね、あの人も。
よし。で、国道を通っていくので、まあバイクで行くのは早いかな。いらない荷物を預けときましょう。プライベートボックスで、スピードスケル、リペアスプレー、まあいっか。このフロートだけ預けて、でバイクを出す。バイク。格納庫じゃない、車庫からバイク、バッテリー強化型のバイクを出す。わーん。では、はい、お待たせしました。じゃあデッドマンのところに行きます。よいしょ、行ってきます。ちょいこの辺の山道が結構うねってて、そしてバイクは速いものですから、なかなか運転が難しいです。私レースゲーム大の苦手なんで、マリオカートとかやったことないし。カードとかやってないしはまあいいんですけど、この状況でホワイトアウトにあったら私運転できませんよ。大丈夫かな。ワン。山道だからすごいうねってるんですよね。つづら折りって言うんでしたっけ。昔箱根の方に行った時がこんな感じでしたね。箱根、いや熱海だ。熱海な。熱海には行ったけど温泉には浸からず帰ってきたという。お、この辺じゃないですか。ですね。レースゲーム苦手、いいくつきや。なんですか。なんですか。私の弱点をそんな、なんですか。なんですか。こっから北ってどこよ。これ。登れるこれ。よいしょ。いや、これは登れないでしょ、さすがに。無理だ。やめよう。ちょっと嵐ひどくない？歩きで、一歩ずつ登っていきたいと思います。よいしょ。温泉行きたいんですよね。でも、星合図のさ、サウナがあるからいいじゃないですか。サウナイコール、温泉ではないけれども。温泉行きたいな。まあ今ぐらいがまたちょうどいい季節にはなってきましたよね。暑さも、まあ、ある程度落ち着いて寒くなる直前、今日なんていい天気でもありましたし、行楽日和と言ってもいいんじゃないですか。そろそろもみじも色づいてきているでしょうし、紅葉。ただね、人間のいるとこには行きたくないんですよね。いい季節ですよね。もう本当に最近春と秋がやったら短く感じますからね。すごい短く、そう、ちょうどいい時期っていうのがすごく短くなってきてるから、桜の季節とかもみじの季節が、
楽しむんだったらもう本当に今のうち。あ、山小屋だ。よいしょ、来たよ。え、なになに、ホワイトアウト。あ、レッドマン迎えに来たの。お前が来いって言ったんじゃないか。何が来るなよ。人間いるとこ行きたくないのわかる。そうそうな。お？おお、デッドマンこれ連れて、あー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 、なんだっけ。え、これこれオッケーなんですか。オッケーじゃないよね、さすがに。いやー、なんだっけ、カサンドラに連れて、カサンドラ、カサンドラ、なんだっけ、オズの魔法使いがこんな感じでしたよね。竜巻にさらわれてどっかに行っちゃったみたいな。デッドマンと BB、 新たな物語が始まるんでしょうか、二人の。デッドマンあの巨体が浮くって相当なもんですけどね。で、巻き込まれたサムも大変なもんですけども、もうちょっと早くに連絡してほしかったな。来るなって言うぐらいだったら、こんな無駄足を踏むこともなかったのに。よいしょ。そう、私も温泉ね、そう、露天風呂が好きなので行きたいんですけどね。そう、人間がいるって思うとちょっと、もう人間イコール汚いものみたいなイメージが最近強いですからね。リモート温泉、意味がないな。ビーチですね、これは。この人形何なのかな。あ、デッドマン、え、本当にデッドマンの物語が始まるの。デッドマンと BB の物語が始まりそう。夢でも見ているんじゃないかみたいな顔ですけども。これは前にあのサムが巻き込まれた世界ですね、多分。第一次世界大戦の頃の場面、いや時代。戦車。あ、違うな。これ二次大戦まで来てないですか。戦車の形が違う。前の戦場っていうのが一次大戦の頃だったんですよ。あの一次大戦の頃の戦車って割と特徴的なひし形の形をしてるんで分かりやすいんですけど、今の戦車は現代に近い戦車でしたし、飛んでる飛行機も服用機じゃなかったですしね。時代が進んでますね。まあ、だからなんだっていう話なんですけど。お、接続した。BB 目を開けてないね。どうしたんですかね。たまに出てくるこの人形、どういう意味合いがあるんでしょう。ただ不気味だから、そういう演出。あ、目が開いた。デッドマン出番久々だからってちょっと長くない？お、なんか意味深長な風に見せてるんですけど、これがどういう意味なのか全然わかんないっていうのが多いんですよね。いわゆる雰囲気芸ってやつなんですけど、こういうの外人好きですよね。おっと失礼。おっと出た。これパパ、またパパと戦うんじゃないですか。 BB のパパ、クリフっていう名前だったと思うんですけどね、あの人。デッドマン主人公になった。どうやら格上げになったようですね。サムもしかしてあの嵐で死んだんでしょうか。あー、出た出た、パパだ。
装備がなんか現代戦の装備になってますね。ただナイトスコープつけなきゃいけないほど暗くはないのでは。消えるし。全身。このドクロの兵隊とパパはつながってんですね、へその緒で。この人本当何なんですかね。急に出てきてなんかちょっと中ボスみたいな感じの雰囲気出してくるんですけど。この人形もお腹に十字の傷跡がありますね。このパパもそうですし、それから、主人公のサムもそうなんですけど、お腹に十字の傷があるんですよ。エピソード7、クリフォード、多分このパパの名前だと思います。前にクリフって呼ばれてましたからね。お、あ、デッドマンは？ん？あ、サムもか。サムもデッドマンもこの時代にやってきましたよっていう感じか。ただ場所が全然違う感じ。にゃ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 。え、通信つながんの？サム、デッドマン、よかった、あんたとはつながったようだ。つながるの不思議じゃない？さっぱりわからない。兵隊や戦車もいた。おそらく1世紀以上前の第二次大戦当時のものだ。え、1世紀以上前って、いや、対戦から1世紀経ってこの状況なの？あれはおそらく BB を狙っていたウォーリア。ウォーリア。握ってる男か。わからない。俺だってまだ2度目なんだ。そうね。BB なしでは奴らの場所もわからない。そうね。BB ならここにいるぞ。治療も終わった。あんたに渡せる。あんたはどこよ？どこかってどこ？あんたがいる場所に何か目印は？地下の水道の中だ。待ってくれ。天井の穴から塔が見える。ああ、そうだ。この真上に四角い塔がある。四角い塔。わかった。塔の下の地下水道の中だな。そこで待てるか？もちろんだ。一歩も動かない。さすがにデッドマンが主人公になったわけではないようですね。なんだ、その。言いにくいことなんだが、あのウォーリアは BB を狙っているんだから。だから。ウォーリアっていうのはクリフのことかな。あいつらの目的はその BB なんだ。大変だ。早くここに来てくれ。狙いは俺じゃない。くれぐれも BB と接続するなよ。え、さっき知ってなかった？奴らの位置を知られる。さっき知ってなかった？なんだって。赤ちゃん嫌いならしないだろうが。さっき恐怖のあまり BB と繋いだ。接続は切っておけ。今切った。奴らに渡すなよ。約束はできない。奴らが来たら BB を放って逃げるかも。まあそれがね、正しいやり方ですよね。俺を恨まないでくれ。それはしょうがない。分かった、通信を切るぞ。てかなんで BB 狙ってんですかね。あ、パパだからか。俺はこの通り独り者だ。妻も子供も友達もいない。ちょっとこの状況で何の告白よ。だからこそ俺は死者に興味を持ったんだ。後ろ向きな興味の持ち方ですね。のこの体の 70% は死者の臓器でできている。ただあんたとは何かを感じる。特別な何かだ、サム。ちょっとやめてくださいよ。サムにそんな、そういう特別な感情を持たないでいただきたい。また来るなって言われそう。来るなどころか来てくれって言われましたね。さて、でよ、どうすんのこれ。トマ、あ、これ私が前、さっきまで持ってたやつですね。え、君たちお味方ですか？わかんないな。わかんないけど、多分あそこに、あ、ちょっと踊らでく、おいおい、動いた。え、わかんないな。こういうのはささっとね、行ってしまえばいいんですけど、よいしょ。どうやって行こう。マップ、あ、戦車だ。あ、マップ出るじゃん。これ多分この脇道を通った方がいいんじゃないですか。
大通り行くよりは狙われにくいでしょう。多分こんな感じで行けばいいと思う。ここに塔がある、もしかしてですね。これここが下水道なのかな。よし、これで行こう。戦車、二次大戦の頃の戦車って何ですか。うわー、戦車来てる。ここどこ、ヨーロッパ。うぃ、いたたたた、怖い怖い。ここだ、ここか、ここだ。え、ここも戦場になってる。大丈夫、なんか撃たれてる気もするけど。走れ走れ。あ、なんか落ちてきましたけど、何今の。あー、兵士が、ちょ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 な。え、すごいやり合ってますけど、やり合ってますけど大丈夫かな、こんなとこ来て。下水この辺、あ、これ違う、柵があるな。この辺のはず。よいしょ、いい。この辺な気がするけど、なんかクジラの死体が、クジラの死体が、あ、ここではない。クジラの死体があるとビーチっていう感じがしますね。え、この辺違うの。スモークグレネード、あ、ここだ、ここだ。え、ここか。でもここっぽいですね。進んでみよう。はい、ね、え、ちょ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 。オドラデクの機能切り替え、オドラデクの機能をライトに切り替えます。3、え、よくわからん。スピードスケルトンに変えとこう。ん？ 3？ ああ、こういうことか。はいはい、オッケーオッケー。で、どっちこっちに行けばいいのかな。向こうにクリプトビオシスあるからこっちかな。もうすぐだ。そう、 BB のことを、狭い空間を移動するときはコンパスモードを維持したまま動くと前方を確認しやすいです。はいはい、こういうことか。そう、あのサム最近あの BB のことをルーって呼んでるんですよね。どっからそんな話が出てきたのか不思議でならないんですけど、勝手に名付けたんですかね。ネズミがいる。珍しく一人称視点でお送りするデスストランディング、なんか出てきそう。ちょっとホラーめいてきたな。ルー大芝、懐かしい。ルー大芝私好きだったんですよね。最近はなんか随分と年を取ってしまったようですけど、今でもルー語。あ、どっかで泣いてる。こ、え、上じゃない。ああ、わかったわかった。デッドマンもいたようですし、これはクリプトビオシス、ちょっと捕まえとこう。ヤバクラスティックちゃん、次ギャザーしようぜ。サムです。え、ちょっと待って、どっちだ。ちょっと待って、先にこの血液グレネードを取ってから。これなんか光ってますね。これなんだ。あ、
あ、光が当たってるだけか。こっちは行き止まり。ん？え、ここでいい？ここでいいのか？一人称視点に変えて、ん？どこだ？ん？ん？あ、こっちか。ちょっと待って。サムです。分かって。ちょっと待って。ジャンプできない。え、なんで？はいはい、お待たせしましたよっと。あ、明るいじゃん。サム、こっちだ。うい。ちょっと話が違うじゃん。なんだよそれ。大芝。あ、随分ほんと、なんかサム、肩入れしてるんですよね、この子に。そうかデッドマンもすっかり。おっと、これ多分またあのパパを戦死者たちの無念が宿る特殊なビーチなのかもな。長いは無用だ。パパをやらないと戻れないんじゃないですか。 BB を離さなかったな。たまたまです。まあ大事な装備だからな。どうだ、記憶の方は。逆流してこない。そうか、 BB が全部の記憶を失ったんですかね。前まではお父さんの記憶とかが出てきてたんですけど、お父さんのことも忘れてしまったんでしょうか。あの男との記憶は残ってるらしい。え、なんで。奴を倒す、そうすれば出られるはずだ。前はそうでしたけど。あんたがそいつを大切にする気持ちが分かった気がする。なんで。こいつは装備だ。生きることも死ぬことも許されない。でも俺たちはこいつと確かにつながってるんだ。デスストランディング、本当つながりを大事にするんですよね。こいつはルーだ。いつだか、いつの間に名前つけたのよ。いい名前だな。装備に勝手に名前つけるのもどうかと思いますけどね。サムはサムでちょっとおかしいよ。ん？つかむ。デッドマンと合流を果たしたサムはこれからどうすれば？これからどうすればいいの？オドラデクは反応してるな。なんかいるの、あっち。ああ、クジラ。で、おう。何？鐘が鳴っています。誰が鳴らしているのかな？パパでした。鉄条もこうハンモックに寝てるの。いきなり来るじゃん。いきなりタバコ吸うじゃん。タバコシーンは海外ではかなり規制が大きいので、チュッパチャップスを舐めさせられますよ。はい、じゃあここからが本番のようですね。前進。いや待って、ここからが本番はいいんですけど、私装備何もないけど、なんかあったっけ。血液袋だけはある。スモークグレネード、血液グレネード。手袋はつけておこうか。あ、アサルトライフルあんじゃん。
レベル2か。こんなことなら、おっと、こんなことならレベル3の武器を持ってくるべきだったな。オッケー、では始まります。 TPS、 おっと、いますね。あれ、パパじゃん。え、ここでもうパパとやり合っちゃっていいの？向こうにショットガンがあるな。ショットガン欲しいな。やるか。こんにちは、パパさん。そうじゃ。いきなり増えるじゃん。この人たちヘッドショットしてもヘッドショットしてもこの人たち頭吹っ飛んでも生きてんですよね。うまい、ありがとうございます。まあ、こう見えてあの FPS は義務教育レベルには達しなんでおりますので、ただ TPS のせいで車線が通ってるのか通ってないのかよく分かんないんですよね。それが困る。え、何、どうしたの？動けなくなってますよ。なんで？金のせい？増援を出せ。え、またちょっと先にショットガンもらおう。進行。ショットガン。血液グレネードを使うと血液が足りなくなりそうだから、あ、プロテクターある、プロテクター欲しいな。マップ、プロテクターちょっとつけとこうか。これ何と、はいはい、プロテクターを1個もらいましょう。BB はどこだ。耳元で支えてくるのやめてほしいな。プロテクターつけて、ほい、アサルトライフル、アサルトライフル弾が半分、新しいアサルトライフルが欲しい。おっと、誰かいますよ。いますね。あの、気づかれた？ショットガンに変えて、おい、ちょ、頭吹っ飛んでるのにまた起き上がってこないでほしいな。あっちにいるな。裏取りする。 OK、 あれ、反応がない。あれか、ヘッドショットをしても倒れないんだ。え、何これ、え、何これ、ん、何これ、グレネード的なやつ。
あ、グレネードですね、あれ。もう、しかもスモークグレネードだ。よいしょ。おっと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 。いたたたたた。ちょっと待って。一回下がる。アサルトライフル、こんなとこあるじゃないですか。よいしょ。なんなんこれ、鐘が鳴るたびにこうやって頭が痛くなるんですけど、今のうちに。よいしょ、あのアサルトライフルも欲しいな。これか。あのプロテクターも欲しいな。ビビどこだ。あ、クリプトビオシス、クリプトビオシス捕獲する。やば、見つかった？見つかりましたね。ショットガン、アサルトライフル、アサルトライフルレベル2、弾が少ないやつから使っていこう。やりづらいな、やりづらいな。倒したのか倒してないのかよくわかんないっていうね。どこ行った？追撃。おっと、ちゃちゃちゃ、ういー、高いところを取られてますね。よく当たったな。どうだ？あれか。ちょ、待て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 。危な。まだ生きてんじゃん。倒したか倒してないか本当は分かりづらい。うい、トラディクの反応は？そっち。お、行った。これ血液グレネードでやっちゃいません？ほい、いた。逃げた。うむ、なんか金、なんか意味あるのかな。サム動けなくなるんですけど。ふい、また言ってる。どこだ今度は。あっち？
あと20発しかない。割と近いぞ。俺のビビ。まあパパさんなんでしょうけど、今はもう装備品と入った。グレネード、グレネード、よいしょ。あ、うっそー。うい、使い終わったやつ、あ、血液バッグ、あんまないぞ。大丈夫か、これ。いらないもの捨てて、で、アサルトライフルの弾が少ないやつは一回捨てて、で、こいつをツールハンガーにかけて、これでいこう。お、倒したっぽいぞ。オッケー、クリア。謎の男を倒せ。いや、クリフでしょ。あれ、今度はいなくならないんですね。いや、そもそもこのクリフだって、パパが悪かった、すまない。この人二次大戦中に生きてたわけじゃないですよね。なんでこの人ここにいるんでしょう。え、サム、何の警戒もなしに近づいて大丈夫。え、なんでそっち。ああ、ほらね、そりゃそうなるわ。なんで不用意に近づいた。パパの方もどうせやるんだったらナイフでも取り出しなさいよ。ドッグタグ。なんで抱き合ってんの。これパパ倒れてんのか。ここだ。セキュリティが壊された。焼き切るしかない。道具を持ってこい。これ多分パパは BB を連れて施設から逃げようとしているシーンなんですよね。その施設っていうのは多分ブリッジズのことだと思うんですよ。うん。マンハッタン消滅事件記録。マンハッタン消滅事件記録。この辺のドキュメント全然読んでないんですよね。この辺読んでたらもうちょっとストーリーの理解が深まるんでしょうか。読んどこう、後で。というわけで、いきなり帰ってきましたね。雪山、山小屋で巻き込まれたと思ったら、BB も帰ってきてる？血まみれですけど。え、何？悪夢か。たまに悪夢見るんですよね、ここで休んでると。そういう演出なんでしょうけど。いや、 BB 久しぶり。ルーの様子はどうだ。よ、デッドマン、君も帰ってきてたんかい。
ニックにしたなんとまあですね。こいつに懐かれちまったな。たまに唐突にホラー演出が入るんですよ。倒れていたあんたらをここに運び込んでもらった。うん。あんたの言った通り、俺たちは無事戦場からこの世界に戻ってこられた。あれ、パパのせいであんなことになってんのかな。プライベートボックスに入れた。あ、どうもどうも。あんたは丸一日死んだように寝たままだったよ。俺はすでにキャピタルノットにいる。あ、もう帰ったの？フラジャイルのビーチ経由でだが。サム、あんたに謝りたい。何？ルーは生まれてくるはずだったあんたの赤ん坊の名前だったんだよな。そうなん。話がつながったよ。俺に子供はいない。いや、死んだからでしょ。ある資料を見つけた10年も前のだ。サム、既婚者だったんですか？じゃあ女性が町の中で急死した。死ぬにはまだ早すぎる。死体の発見が遅れてボイドアウトが起きた。ああ、マンハッタン消失事件。ブリッジズのメンバーでドゥームスだった。駆けつけたが彼は間に合わなかった。街が消えた時、クレーターで生き残っていたのは彼一人だけだった。つまり機関車だったのさ。サムのことですね。ボイドアウトの原因は何か。実は彼が死体を隠したのか。なんで。その男は唯一の生存者だ。世間は彼のことを責めた。容疑者として。いや、矛先はやがてブリッジズにまでも向けられた。デッドマンやたら追及するじゃん。彼は責任を感じてブリッジズを出て行った。男の亡くなった妻の名前はルーシー。ルーシー。お腹には赤ちゃんがいた。二人は生まれる前の子供をルーと。ルーシーの子供だからルー。そうか。ブリジットに教えてもらったんだ。ブリジット、なんでそんなこと知ってんの？いつもあんたのことを言っていたよ。そんな長い付き合いなんですか？私とつながりを断つ必要はなかったと。10年も前の話でしょ。落ち着いてサム、そこに座って。サムも結構情緒不安定ですよね。精神病んでそう。俺の体の 70% は死者の臓器でできている。理由を知っているか。俺に関する噂は全て俺が撒いたカバーストーリーだ。ほう。俺はフランケンシュタインの怪物なんだ。実際頭に手術痕があるんですよね。多能性幹細胞から作られた。それところが再生しなかった不完全な臓器は死者からの移植で補うしかなかったんだ。誕生という瞬間がない。俺はただの肉人形、カーのないデッドマン。地球から生まれたものにはビーチがある。あんたにも BB にも俺にはそんなつながりはない。ああ、試験管ベイビーだったんですかね、デッドマンは。じゃあ完成さ、完成か、幹細胞、幹細胞か。それでブリッジズに入った。しかし幹細胞ってことは誰かのクローンってことでしょ。そのもの。ただあそこであんたを待っていた時、俺は不思議と怖くはなかった。あんな気持ちは初めてだった。誰かとつながっているなんてな。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。ブリジットの言葉は正しい。今度このストーリー、つながりをつながり、つながり大事にするんですよね。つながっていなかっただけだ。そんな、俺でもつながれたのに。ああ、それはあんたが握りしめていた古いアメリカ軍のドッグタグだよ。パパのドッグタグで。そいつを引き剥がすのに苦労した。クリフォード・アンガー、 ID も入ってる。ああ、やっぱり昔のデータベースで調べたらパパだ。記録と一致した。アメリカ陸軍特殊部隊に所属。コソボ、イラク、アフガニスタンで作戦に参加。この男だ。ってことは、BB ってかなり、分かっていない。ん？さて、戦場での回路路線かなり昔の話ですよね。それこそ1世紀近く前の話でしょ。
あ、一緒に入る必要はなくなった。ダイハードマンの件はもう心配いらない。俺たちの会話は記録されないように細工した。クリフってだから80年代ぐらいの話になるわけですよね。え、何？なんかいろいろメールが来ている。洗面台を使いみたいなこと言ってましたけど、先にちょっとシャワー浴びよう。そう、あのクリフが、そう、80年え、また？あ、ハートマンか。この世界ではやはり時間が進んでいなかった。私の推測によれば、あの空間もビーチの一種だと。まあビーチでしょう。あんなにクジラの死体とかありましたし。それは精神世界の話？一度に多くの人間が死ぬと、複数のビーチがもつれてストランドフィールドができることがある。いやいやいや。そのような状況で多くの人が恨みや無念の思いを同時に抱くとビーチがつながるんだ。ああ。思いは出口を見失い、そのビーチの中を永遠に循環する。ああ、レコードの針が飛んで、同じフレーズを何度も何度も繰り返すようなものだ。戦争によって生まれたビーチ、無限にループする終わらない戦場だ。君がいた戦場は第二次世界大戦中の東欧だと思う。しかしだとすると、例の男クリフォード・アンガーの素性とは時代が合わない。え、そうなん？なあ、私のところにカイダル通信がつながればもっと詳しく調べられるだろう。つないでくれと言わんばかりの言い方ですね。次はじゃあハートマンかな。サム、君に頼みたいことがある。はいはい。準備したら上の配送端末にアクセスしてくれ。飲む、うん、時代が合わないってどういうこと？2000年代ぐらいの人なのかな。あのクリフがどれぐらいの時代にこういうね、時々ちょっとこういう変な演出が入るんですよね。しかもなんでゴミ箱に捨てない。メガネをかける。そう、あのクリフがどの時代を生きていて、じゃあ BB はいつ生まれたのか。あのパパの記憶、 BB から逆流してくるパパの記憶って、あれいつ頃の話なのかっていうのが全然わかんないんですよね。ブリッジと関係があると思うんですけどね、パパとは。な、 BB がここの備品ですからね。ん？どうした？え、何今の意味深な動き。なんかあった？で、ちょっとさっきのメールをちょっとチェックして、はいはい、パートナーの J からですね。座礁地帯からチップを回収してくれ。 V チップ、先日発生したスーパーセルに巻き上げられてそこまで運ばれたらしい。はいはい。まあ、チップを回収しろっていうのと、デッドマンの忘れ物。デッドマンが落ち合う約束をしていた山小屋や周辺に彼が着ていた防寒着とブーツ一式が落ちているはずだ。そんなわざわざ回収しに行かなくったっていいじゃん。なんで？特注サイズのブリッジの大事な備品だ。まあ、あのサイズなら確かに特注になっちゃいますね。なるほど、わかりました。で、あとは
ちょっとさっきのあのマンハッタの話、マンハッタン消失事件の話が出てましたよね。あれどこだ？あ、これだ。マンハッタン消失事件より、私には見える、奴らが見える、担当医師が最後に叫んだ言葉がこれだった。帝王切開手術の執刀医、民間の医療施設で手術が行われた。妊娠7ヶ月の母親が脳死状態。取り出された胎児は速やかに NICU にてケアされる予定だった。異変が起きたのは医師の手が母体と胎児をつなぐ錐体に触れた瞬間だった。その時発せられたのが、私には見えるという叫び。その直後、この医療施設を中心にした一帯がクレーターと化した。はあ、この事件は医師と奴らの接触による追消滅、ボイドアウトであると結論付けられた。奴らとは BT のことだと後に判明する。脳死状態の母、胎児、再体、これらの条件を再現すれば BT を感知できる。ひいてはデスストランディングの解決につながる。あはは。胎児はブリッジベイビーと呼ばれ、実験は BB 実験と名付けられた。そしてマンハッタン島消滅という悲劇が起きた。これはサムの話ではないのかな。じゃあ BB 実験はマンハッタンにある政府施設で行われていた。そういやそんな話デッドマンがしてましたね。危ないから中止にしたって言うけど、実は裏で動いていたんだよって言ってましたよね。追消滅によってマンハッタン島が消滅した。当時の大統領が事故に巻き込まれて消滅した。消滅した副大統領、副大統領だったブリジット・スランドがその地位を継承した。副大統領から大統領になったわけですけど、これはもしかして陰謀だったんですかね。彼女は直ちに BB 実験の中止を宣言、データを抹消。一部の過激派が BB 実験の資料を入手し、密かに BB の開発を行っているという憶測もある。これはテロリストの話ですね。現時点で BB は実現しておらず、政府内部ではタブーとされている。これは昔のデータですよね。言いながら、政府は BB の実験を続けていましたし、テロリストは開発しちゃったしっていう感じ。なるほど。よし。ルーシーとルーの話には、出てきませんでしたけども、これはもしかして、このフィギュアはもしかして、拡大。あ、デッドマンだ。デッドマンとサムとさっきのクリフのソルジャーですね。のフィギュア。よし。じゃあ、外に出て、ハートマンの依頼をちょっとチェックだけしましょうか。そしたら今日はこれで終わります。19時だからちょうどいいですね。久々だな、このシーン。最近ずっと BB いませんでしたからね。さっき一祭にあげた。おお、こういう名詞が出てくるじゃん。誰ジョン？こんなところで何を？お？妻を見てもらっている。去年の件もあるからな。ダイハードマンじゃない？それにしてもまさかあなた。この声はダイハードマン。
ダイハードマンがクリフのことを隊長って呼んでましたね。サム、そのエリアの西側には広大なタールベルトがある。その先はこの大陸で最も西にある都市エッジノットシティ。ああ、もうラストが近いな。我々の最終目的地だ。はい。ここにキューピッドを接続すればカイラル通信網はこの大陸を横断する。ここに接続したらもうデスストランディングの物語も終わりです。このエッジノットシティに囚われているはずだ。次期大統領を連れ帰ってくれ。まあでもそんなもんか。時間的にもタールベルトを渡る前にもう一つ結び目をつなぐ。ああまずはハートマンに会ってくれ。はい。いや教えてくれりゃいいじゃん、この先の展開。サム、君に持ってきてほしいものもある。一つは君が兵士から奪ったドッグタグ。これは君のポケットにでも入れておいてくれ。え、もう一つはママ。そんな写真、え、ママ彼女の遺体はネクロシスを起こしていない。それがなぜなのか。言われりゃそうですね。これは私たちがデスストランディングを乗り越えるための希望の一つとなるかもしれない。死体はあのネクローシスを起こして。時間がないようだ。何、準備ができたら私のところに来てくれ。ネクローシスを起こしてボイドアウトするから、あの焼却炉に早く持っていかなきゃならないっていう話だったんですけど、ママはここで息絶えてその後どうなったのって思ってたんですけど、どうしてんでしょうねどうしてんでしょうね。違った。指名依頼、あ、結構出てるな。ハートマンの研究施設でママの遺体を届ける。あーん、面倒くさそう面倒くさそう。一体か、人間運ぶの結構面倒なんですよね。背負わなきゃなんないから。フローターに乗せられるんだったら簡単なんですけど、それはなんか許されないみたいで。なんでですかね。スーツケースに入れて荷物に梱包しちゃえばいいでしょう。で、これさっき言ってた、デッドマンの特注の服を回収しろっていうのと、V チップですね。あー、雨止んでるな。やっぱりさっきの嵐のせいで、この辺一帯、雪がすごかったですけど。嵐が消えて多少晴れてきましたね。遺体の配送。なるほど、了解です。はい、まあひとまずのところ、今日はここまでにして、そうか、土曜日ですね。次は明日、明後日この続きをやろうかなと考えておりますので、また興味があればご覧いただければと思います。いいかな。いいですね。はい。ということで、あ、そう。あと、今日は、22時から、この後22時から、ロアル建設コラボで、ウミガメのスープというイエスノークイズで、みんなで遊ぼうという企画ありますので、そちらもお暇だったら、ちらっと覗いてもらえればと思います。私の方では配信しませんので、Twitter の方でですね、他の人の配信、枠などお知らせすると思うので、チェックしてもらえればと思います。ツイッターフォローお願いします。はい。ということで、お相手は二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属人のでした。それではごきげんよう。